皆さんどうも初めまして、小池と言います。何卒よろしくお願いします。この度ですね、 YouTube で動画を上げていこうと思いまして、このチャンネルを始めました。何卒よろしくお願いします。はい。で、なんで今日、2月21日本日動画を初めて上げた日にしなりますかと噛みましたね。なんで始めたかと言いますと、そうです、本日2月21日明治安田生命 J リーグの開幕となっております。はい。で、対戦カードなんですけども、本日そうですね、金曜日1日早くですね、湘南ベルマーレさんと、浦和レッズさんがですね試合行われてるんですけども、この動画、すごい黄色が主張されている動画になってると思いますけども、私小池の推しのチーム柏レイソルがですね、次の日2月22日にゃーにゃーにゃー猫の日にホーム開幕となっております。我が柏レイソルですね、レイソルはですね、チーム名噛みましたね。我が柏レイソルはですね、2019年、去年なんですけども J2 を戦いまして、ですが、なんとか無事に J1 に上がることにできました。で、来たるですね、2月22日、猫の日ですね、もう猫の日ですね、この日にですね、ホーム開幕となっております。対戦相手は、北海道コンサドーレ札幌さん、場所は、三協フロンテア柏スタジアム、通称日立大と呼ばれているスタジアムでございます。我がホームスタジアムでございます。キックオフの時間は15時、3時ですね、昼の3時にキックオフとなっております。ぜひ皆さん、スタジアムに来てください。スタジアムで、勝利を分かち合いましょう。なぜこの動画を始めたかと言いますとね、とりあえずは、まあ、自分の好きなことや好きなものをこう紹介していけたらなと思ってるんですけども、今一番こう好きなものがですね、柏レイソルとなっているので、やはり一番最初の動画は柏レイソルについてあげたいと思って動画を出しております。ですね、柏レイソル、柏から世界へということを掲げておりまして、そうですね、まあ説明するとちょっと長くなってしまうんですけども、3位以内もしくは、まあ、天皇杯っていう大会があるんですけども、そちらを取るとですね、次の年ですので、2021年、今年だと、マリノス、横浜 F マリノスさんと、ヴィッセル神戸さん、そして FC 東京さんがですね ACL アジアチャンピオンズリーグっていうのを戦ってるんですけども、私たち柏レイソルも2021年そこの舞台に立てるように、何が何でも立ちたいので、今年2020年本当に大事となっております。で、こう ACL 行くためにですね、やはりスタジアムをこう満員にしたい、真っ黄色にしたいと。で、微力ながら何か自分でできることはないかなと思って、この YouTube の動画始めることにしました。ですので皆さん、ぜひスタジアムでお会いしましょう。待ってます。大体、ホームの試合はいると思うので、気になった方はぜひ声かけてくれると幸いでございます。そんなわけで、ちょっと短いですけど、まあ、初めての動画なので、今日はこの辺で、最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価ボタン、そして、Twitter のフォロー、何卒よろしくお願いします。それでは、2月22日日立大で会いましょう。バイ。